200万のベッドいただいたぞということで、今日の動画はピカルにもらったこのベッドを、はい、俺の部屋に運びます。イエスか。これね、あの全く俺が今新設使ってるベッドと同じで、なんならちょっとこっちの方が多分モデル的に新しい。最新だよこれ。1年か2年ぐらいこっちの方が新しいやつです。その時に一番あの高かったサータってやつを買ってるんで、はい、いいのかよ、はい、これいいのがここのね、ここね、めっちゃ便利なの。これね、ここね、ここで座れるんですよ。こうやって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 受けてじれるんで。わかる。なるほど。これめっちゃ便利。俺の部屋今ね、どうやって座ってるか知ってる？いや、わかんない。こうやって座ってポツンってそうなんです。そう、ただ業者に頼んだらそれはできますよ、うん、はい、運べます、はい、ね、それはできるだろうけど、はい、俺は200万の重みを噛みしめてえんだ。これね、マットレス、これエグでしょ、はい、マット分厚さ、うん、見たら分かるんですけど、うん、エグい寝心地でさ、分かる。これやばい。だって今ここにちょっと膝ついただけで沈む感じがいいもん、はい、これね、バケモンぐらいいいっすよ、本当に。なんかこうしっとり包み込まれる、あの、はい、分かるかな200万の沈み方、はい、でお菓子とか待ってます、ここ、うん、でもめちゃくちゃ、うん、で、今のベッドの沈み方言うね、はい、ペタペタ大事ですか、睡眠っていうのはね。そうなんです、質を高めていくの。本当に睡眠だけは確保したい、うん、まあね、あのそんなにね、あのこんなまさかすごいものをいただけるなんて思ってなかったですが、はい、やっぱりせっかくいただいたんだったら、うん、一緒に運ぼうじゃねえか、捧げ。このベッドも使ってないんですよ。新品ですよ。浦和さん、何？待ちましたね、ベッド運ぶまで。ちょっとな、いろんな高速の渋滞とかあるんだよ。いろいろあるんだよ、やっぱり。イクミンがいなくなったり。まあでもやっぱ心が折れそうチャンネルにみんなお世話になってますからね。さすがに。もうあれです、ほんと。頑張りましょう。こちらこそ。ん？どうした？語れるのかな？どうした？え、もう行くの？食べれるかな？お前早いじゃん。3人で行けるもんね。人数足りないっすよ、ほら。1人。マジ無理やわ。激重なんだけど。無理無理。ちょっと待って。行くぞ。せーの。お？やばいよ。あ、もう。いや、マジで死ぬかもしれない。あ、行けた。え、ちょっと待って。誰か気抜いてない？これ多分無理。これ4人いる。4人いるわ、絶対。てか、これ一回、桑田さんの部屋からベッド出す方が先なんじゃん。確かに。今日ちなみに、あの、一応プロの引っ越しというかね、あの、業者の方も、アドバイザーとして来ていただいてる。アドバイザーとしようねですよ。はい。やらした方がいいでしょ。いや。てか、あの、二人でやれるんですか？二人しかいない。二人でやるんですか？ああ、やるみたいですね。え？これ二人でやる？じゃあできるじゃんですね。二人で見えてるんだけど、多分、もうちょっといるっつったわ。え、先に上を買い、なんか、なくして、こっちに持ってきてって感じがいいですか？そうです。あ、手順的には、はい、あ、じゃあこれはまだ動かさない方がいいですね。はい、わかりました。というわけで一回僕の部屋に行きましょう。はい、行きましょう。ちょっとあられちゃいるけど、キーにキーにしてましたね。例えば来るあられちゃん。よし、俺の部屋にいるぞ。もうクラブさんの部屋初めて入るわ。いいよ。まあ、そんなにない。確かにさっきのベッドと比べてしょぼいな。おお、しょぼいとか言うなよ。じゃあ一回だから沈み具合見せてくださいよ。え、ちょっと本当にやばい。硬そう。病院のベッドみたいな。硬そう。なんか簡素でしょ。うん、すごくない？なんか桑田さんはもうちょっと行った方がいいですね、確かに。そうなの、もうちょっとね、やっぱり欲しいかな。備え付けのベッドやろ。後ろもないもんね、確かに。あのなんかそう、もうなんかこう、ね、持たれれないですね、あれ。ちょっと硬いですね。板だもんな。なんかこう、殺風景なんだよね。何かっていうと。うん。タンスとかも買いたいな。なんかいろいろそうなんだよな。だからこれを運び場出せばいいんだよ。これはいけそうっすね。こっちは楽じゃない？一旦これはね、ここ置いといて。何あの水泳帽みたいな。おい。カチューシャ。アイマスク。アイマスクです。うん、アイマスクして寝るんですね。そういう、ここバカ明るいから、ね、そうなんですか。こっちからもこっちからも日差しがバカ明るいのよ。だからあの遮光もつけなきゃいけない。どうした？どうした？おー、なんだ？どうした？今なんか、誰？ゴミ箱、ゴミ箱と思う。ゴミ箱？ここがゴミ箱なわけあるかい。何やねん、マジで。やばいだろ。これはいけますよね、普通に。うん。
これ軽いよ。おうおう、これいける、はい、あ、これ二人でいける。いや、でもさ、階段怖くない？下、下を持てないもんね。引きずっていいんだ。これはもうなジェットコースターみたいな。うわ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 、行くぞ、流そうみたいな。じゃあ、おいおいおい、お前っちだから言わないけど何も。バカか。パスしてる。パスじゃねえだろ、お前。下に誰かいたら死んでた。 DIY 俺 DIY や。捧げ、破壊してんな。大丈夫か、捧げ。あれ、なんで、もう行った？もう行った。え、どういうこと？落とした。あ、じゃあこれも落としましょう。おー、待って待って待って、壊れる壊れる壊れる。これ動くんや。え、これ解体できる。これ解体できるわ。ネジ回した。やばいぞ、本当に。これだから回すとドライバーいきますよ。確かに、これドライバーもらってきた。これ解体するんだ、一、うん、回ね。すごいね、解体。なるほどね。まあこれ解体おもろいな。おもろいな、うん、YouTube そういうの結構バズるけど。なるほどね、うん、あの解体できるんですか、これは。できます。へぇ、さっきの待ってるさんにモテてもらっていいですかね。確かに。あ俺ら運ばなきゃいけない。解体がかかる。確かに下の上に運ぼうが大変そうだしね。はい、うん、ここでパスで、はい、おー、すごいな、これ。おえ、ピカルがDIY してる。そんな絵撮れる。えスイッチだね。おー、で、撮れた。おー、撮れた。おー、すごい、かっこいい。いや、絶対つまらない。おー、取れた。え、あれ、よくわかんない方向から取れたじゃん。え、だから突き抜けた。あれ、いや、あれ、取れんじゃない、これ取れん。多分、あれがもうバカになっちゃったんじゃない。ちょっと、え、もう取れたよ、取れたよ。あ、だから下と、あ、なるほどね。あ、取れた。これもいきますよ。あ、そこもいけんじゃん。これ外せばいいんじゃないですか。ちょっと、あ、確かにそこは外さないんじゃん。どのネジがどのネジかわからんぐらいあるで、これ。おー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 、おもろい、おもろい。これどこのネジだ、もうわからん。うん、まあ大丈夫、なんとなく。おぉ、外れた。うん、やる？すごっ。え、もう飽きた。やらしたるわ。うん、うわ、おい、え、これめっちゃ早い。ほら、すごっ。これめっちゃ楽やろ。うわぁ、ちょっと待って、ちょっと刺さないと。うわ、 OK。こんな感じで作業解体と抜けてない。結構しんどいというか。おーおー、ちゃんと回さなきゃダメで。取れてないっすよ。なんか壊しちゃったか。おー、外れた。外れた。これいけますね、もう。うん、こっちさえは。え、嘘。え、結構重いっすよ、それ。ちょっと重い。おー、来た。おー、あ、待って、めっちゃ重い、これ。え、ちょっと待って、めっちゃ重い、これ。そんなに？あのね、思った5倍重い。さすがに持ってみ。そんなさ、グラスさ、重い。え、重ってるか、マジ持ちづらい、重い。重いっす、マジで重い。え、なんか思った5倍重い。質量のおかしい人間で。やばいやばい。あ、これ重いわ。あ、これ重い。置いとっていいんですか。置いときます。はい、もうほぼあそこの、ここの、ここで、ここで終わりと終わりかな。いや、めっちゃ疲れるな、これ。おー、いった。いいよ。でかいのだけ外せばなんとかなりそうだね。確かに。これ外せばだってもう3つになる。あ、そうだ、終わりだ。あ、終わりっすよ。おお。え、手際よくね。そして
意外となんかずっと黙々意外とやっぱ楽しいじゃん、楽しいんだちょっとネジの意外と好きなんだね、これ。これもさ、マジで意外と重いと思うんだよな。いや、絶対重い。ブレンドした、OK。 じゃあこれをなくさないようになんか袋入れるか、うん、あ、これでいいや。ニュージェンショングループ紙袋。おお前バカ、お前乾物のタイプ、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 マイナスの乳首、バカタレがプラスでやられたからね、もういいから。よし運ぶか。はい、意外と運ぶ。あ、これは軽い。うん、まあ大丈夫。おお、まあ、軽い。一人一個。え、一人一個って言ってうんって言ったけど、この人絶対運ばないじゃん。今行こう行こう。これは下まで行こう。下まで行くんですね、これ。行け行け。でもやっぱ重そうだね。どうどう。天井気をつけて。余ってない？うん。うわ、重いけど。で先に入れてた前にあれを全部置いて。あ、そうしよう。やりましょうか。そうしようそうしよう。それでいける。はじめ。よし。あ、もう バケツリレーみたいになってる。プロと。バケツリレー。あと1個残ってます。やっぱね、ささげはね、やっぱ普段鍛えてよかったよ。このために鍛えてるんですか。うん、で、ちょっと1個言っていい？はい。あの、ささげさんはそっちのあの、でかい方をやる、それともこっち、こっち行く。これ、これ、深田さんことはこれでしょ。いや、これマジでやばいと思うんだよな。それ多分プロ、うん、プロ必要に、はい、ですか。プロ必要な気がするな。危ないですね、本当にこれ単純に。これ、めっちゃ重いですね。重いです。やっぱそうなの。俺もだからこのこれを持ってればいいんだ。スノコをね。あ、お母さん、今のスノコでほら。ああ。え？ちょっと待って。今のスノコでクワッツさん。あ、これですか。うん。ちょっとつばつけて。つば。ピッてペロッケ。これ感情したね。これ。あ、これやったわ。ちょっともう怖いやー。もうスノコって怖い。やっぱりあの不注意がダメだね。食べ物の価値落ちたね。やばいな。これはまず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 直すわ、後でリペアする。よし、一人で行けるんですよ。これ余裕やん。プロ、すごい、すごいな、プロ。これはプロなんですね、やっぱり。俺らが嘘ついてるみたいじゃない。めちゃくちゃ重かったよ。クワさんまで筋トレしてるわ。いや、めちゃくちゃ重かった、びっくりした。慣れたんですね。もうスノコもね、ちゃんとこう持てば大丈夫。でもあの駆け足自体が怖い。綺麗になりましたね。これね、ここから下のベッドを運んでいくと。はい。よし。ちょっと上、掃除機かけてくるわ。やばい。そう、ちょっとホコリが、やっぱりあの、ベッドの下にあったんで。このサイズができないと。ああ、そうだ。今掃除しとかないと。次いつになるかわかんないから。あ、ささげさん、もう一個あった。このベッドの隣のさ、あるじゃん。テーブル？そう、それ。これ？うん。あ、めっちゃ埃取れて気持ちいい。これ、かぐこの掃除機すごいっすね、なんか。でかない。これはね、でかい。なぜこの次はこの掃除機なんだい。もっと簡易なのでよかったんじゃないか。ダイソンとかないんすか？買ってないんすか？ないよ。なんなのこれ。バルミューダ、オーブンレンジのやつや。あ、ついでに自分の部屋掃除しよう。やっぱ嬉しいですか、ベッドもらえるの。いや、めっちゃ嬉しい。あの、マジで寝心地大事じゃないですか。まあ、大事です、はい、もう深い眠りにつかせてください。本当ね、君たちが起こすか、朝日で起きるか、寝心地がちょっとそんな良くなくて起きるか、この3つです。大体睡眠不足なの。寝かして、本当に。まあでも、こっからはもう寝れるんじゃないですか、あのベッドがあれば。そうだ。はい。あれはマジでいいぞ。200万だって、なかなかないでしょ、だって。え、200万のベッドって俺、聞いたことないんだけど。やるもないです。しかもさ、なんかさ、聞くところによると、はい。ベッドってキングサイズなんから。
多分キングですよ、あれ。でしょ？ヒカルはキングじゃないとって言ってましたもん。ね、キングって普通、シングルシングルの掛け算、あの足し算だから、はい。普通は分かれてるんですよ。確かにそうですよね。あれ一枚岩な。まあ、それ、珍しいですよ。珍しい。めっちゃ珍しい。あ、そんなのあるんだと思って。だからめちゃくちゃ嬉しいよ。さすが、王やな。YouTube も。いきますか、下に。行きましょう。行きましょう。こっからですもんね。こっからっすよ。本当の戦いはここからよ。おい、なんだ。おー、なんだ、なんだ、なんだ。どれが正解だ？これか。こういうこと？え、まだやってたんですか？びっくりした。いや、難しい。人んちの掃除機。かかんない。さっき3個になったから。寂しがってるじゃないから。かいいな、かいいな。めちゃくちゃ汗かいてきたね、うん。ちょっとじゃあ下行って、でっかい方を上に運びたいと思います。はい。あのね、ピカルがね、思った以上に楽しみながらやってくれてるのが僕の救いですね。まあ、こうしたりはしないですからね、本当に。そもそもみんなで運ぶって、言って、普通嫌がるからね。佐々木ありがとうな。あ、ピカル、ありがとうな。おぉ。どこ行く？どこ行く？違う、下行くね。忘れてた？俺の部屋ベッドなくなったの忘れてた？ついでにいつ見たベッドも撤去しておきます。逆に面白くない？ベッドなくなったドッキリ。イクミンのベッドは備え付けのやつなんですか？はい。ああ、なるほどね。イクミンのベッド撤去してみた。ここで。イクミンの部屋すごいぞ。確かに。イクミンの謎の香水マニアです。だ香水やば。そうなの。えぐいな。だ俺が、ずっと使ってるやつもあったから、わざわざ買ったからね、イクミンから。うん、すごいよ。すごい。サイクミンのね。オナミシンもなんか、ゴミ箱です。ゴミ箱です。汚いですね、これも。散らかってますね。え、俺はいいんすか、社長。まあでもまあ。行くか。手が散らかったもんな。でもすごいよな、やっぱり。めちゃくちゃなんかこう、いろんなもんがあるんだよね。なんかこう、服がブワーったりとか、もギターがブワーったりとか。ギターはやっぱ好きなんやね、イクミン。いろんなもんがあるんですよ。これ、こんなかは何なの？これグローゼットっすよ。あ、そうなんだ。服入ってるの？多分、入るんじゃないですか。え、めちゃくちゃ入ってる。あー、早い。棚になってんだ、これ。おー、危ねえ。なるほどね。じゃあ、ちょっと、イクミの部屋、まあ、いいか。まあ、いつでも。うん、行きますもう。行こう。じゃあ、ピカル、下行こう。いやー、ベッドはもうめちゃくちゃ助かるね。前すが紙で多分使ってたやつだろうな、でもあれも。いや、あんま使ってないです、使ってない。あそこ、ほんと使ってないですね。マジ、使ってないやつだね。いいっすけどね。誰も使ってなかったやつじゃないから。イクミンがそこから消えても誰も使わないんだね。あ、そう。いや、うん、いらないっすね。じゃあ、イクミン、クビンでいないな。うん。まあ、候補が来たら、追い出し。悪い。より済ませたい人がいたら。確かに。でも疲れやすいからね。唯一なこの家で出るのは、シャワーが遠いこと。言っとったやな。そう、寝室から、そこがめっちゃある。上にないんでしたっけ？ない。だから俺だから全裸でシャワー来たんだよ。ああ、なるほど。わかる。なるほどね。めっちゃ誰やん。確かにね。そこだけ唯一不満ってんだよ。めっちゃ不満。アメリカスタイルがいいよね。うん。寝室に。ああ、確かに。くっついてるやつ。うん。確かに。2個欲しかったね。ああ、上とね。上と。トイレはあるんですよね、上に。トイレはある。ある。それだけは注意つまいな。確かにな。こんなに広い家でも不満はあるんです。次は絶対そうしようと思いました。飽くなき欲求がさらに上の自分にしていく。それが、出世だ。出世。桑田の出世を選ぶと出世実は兵庫県加古川市からこの男の人生を始めそういやそう俺の親父な加古川はな桑田克実うん親父の親父の本名本名すぐ出すな親父の名前です親父の名前しげる親父っぽいだろ桑田しげるしげるこの男から全ては始まったそうしげるが証券マンとして証券マン何十年も勤めた会社で奥さんと出会う出会った母の名前はのりこだいや、まさよだ何もあってねしげるとまさよそうしげるとまさよがね俺の予想はお見合いてか、まさよはやっぱり、うん、
近隣やったんすか。まあ、どうした。いや、おばさんって異常に巨乳好きじゃないですか。どうしたんだよ。そうなんですか。それってワンちゃん母親見るんだ。これ母親が近隣だったからっていう説あるんじゃないですか。どうなんですか。それは貧乳だ。母親は貧乳だ。求めるんですね。ないものねだりだ。やっぱ母にないものを求めた。外に、外の世界に。何カップ以上がいいっていうのあるんですか。 G だ。G 結構いい。ハードル高かった。大丈夫だ。D とか E だったらしっかり入れてあげるから大丈夫だ。入れて、俺が入れてあげよう。魔法の細いを使って入れてあげる。包丁ね。そう。バーキン買うなら包丁しろっていう。そう、バーキン買うなら包丁しろ。それ麻生だ。それは麻生先生のことだ。じゃあ、マサヨにも入れたらいい。マサヨはダメだ。自分の使わない。かといって、今でかくなってもちょっと俺嫌だ。実家帰って雑炊よってこんなんで来られても嫌だ。ね、気になるなみたいな。いや、マサオが見てる感じあるんですか。マサオって誰や。マサヨ。マサヨ見てんだ、たまに。見てるんですか。なんなら、ヒカルの家に行って、はい、なんか、俺はもう納得いかねえって言ってる動画あったでしょ。はいはい、あれを見て、あんた別れたんって来たから。やっぱ母親が見るんやな。いや、見るよ。がっつり見る。がっつり見るよ。ナナエだ。マサヨじゃなくて、次は七重ママの方だ。何の電話だ。じゃあ行きます、下。行こう。よし、じゃあ行こう。てか、解体こんなにスムーズに行くんだね。確かに、そうですね。ちょっとビビってんだけど。そんなことあるんだ。また運び出した。搬入。バカ早い。強っ。ちょっともう憧れの人たちだな、この人たちは。早っ。お願いしていいですか。はい。すごい。すごい。すごい。入った。ぴったり。すげえ。いってらっしゃい。うわ。プロの技見たな。これはもう無理だ。セロは絶対無理。あれは無理。だってできん。引っ越し系の人体力とパワーエグいですからね。もう階段だってバーンって走るもんな。でもさっき本当に下りで靴下なのに駆け足やってて忍者かって思ったよ。いや、化け物ですよみんな。エレベーターない階とかマンションとかアパートとかありますからね。ああね、はい、そういうとこ全部やってるんで。いいな。これも組み立てなきゃいけないですもんね、こっちも。これも解体するよ。これも解体か。うわ、これもなんや。あ、外れるよ。これ外して持ってきていいんですか。これ上持ってきますか。じゃあ、はい、またスノコですね。これは軽いでしょ。これ軽いだけでもちょっとなんか違うもんな、さっきと。かっこいいもんな。うわ、確かにスノコ一つね、全然違う。これ全部でこれだから外して解体して持っていくっていう作業じゃない。これは多分俺らでできると思うんです、うん、ネジだってちゃんと保存しとけば。確かにね。やっぱりもうなんか高級感あるな、解体しても。ただのスノコじゃないもんこれ。うん、レベチやな。防弾に加工されてるから。さすが金かかっとだってあるな。うん、さあさあ、パリパリ、行こう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 急に、うん、急にもう現場監督になった。これを、はい、さっきのあれですよね、多分ドライあれが必要ですよね。あのあれ道具がちょっと違うぞ。特殊？うん、なんか骨組みがしっかりしてるぞ。いやでもこれ片方は外せばいいだけなんで、こっち側。あ、そうか、うん、じゃあさっきと一緒か。大丈夫っすよ。あれやんのかな、さっきの電動のやつ。なんかさっきのと違ってすごい慎重にやりたくなっちゃうよね、やっぱりね。手作業だよ、こうやってもうむずいな。角度がちょうどこいつのせいでむずいんだよ。なるほど。確かにこれ壊れて誰ですよね。やばいっす、これ壊れたらリスキーやもんな、結構。これはまずですよね。こっち取ったらいいんだよ。バーだよ、お前。やめとく。プロに任せるのも早いから。確かに安全ですよね。これ、待ちましょう。俺は上で待っときます。上で待とう。確かにこれは無理です。これはちょっと無理だ。しくじった時結構エグいっすもんね。あとやっぱ高価なものだからよりね丁寧に扱いたい、うん、というわけでプロに任せます。U 段だ、いや A 段だ。行こう、上で行こう、上に。いやーすごいな、プロは。下のなんか解体ちょっと僕らじゃ無理そうなんで。わかりました。お願いします。やってきます。壊しそうなんで。へい、前すぐやれよ。無理でしょ。やってよ。今日皆さんあのベッドが来たらいよいよマエスと寝ます。僕と寝るんですか。川の字で寝ます。ついに、はい。
マエスト、まあ、皮にはならないかもしれないけどね。パンチ入る、パンチ真ん中、パンチ、パンチで、でもどういうことなんですか。マエスト、パンチ、パンチ入れるの。パンチ入れやすい。大の字、大の字出ません。大の字、大の字、大ね、誰か2メートルぐらいのやつ必要ですか。アルファベット O です。こっち、こっち、え、ウォーターボーイズってこと。大の字です。こんなやついんの。じゃあ俺とマエスト、これ頭どういうこと、これだから、こういう感じするってことね。こういうこと、こういう感じで、多分そうじゃない。こういう感じで、オンできるか。オッケーオッケーオッケー、やってみようか。2人でいけるんやこれ。まあでもでかいからいけるよ、マエスト。うん、桑田さんがいたらいけそうですね。そうだな。いやでもすごいな、この家に来てついにベッドまでいただけるなんてな、すごい話よ、あやとな。とんでもねえ、とんでもねえな。ベッド最高。やっぱ不満あったんですか、あのベッドで。ないですよ。めちゃめちゃある。ない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 。やっぱちょっと起きた時とか、わ、ちょっときついなってなってたんですか、あのベッド。なるな。なる。なってたんですか、やっぱ。いやなんか正直、まあ、うん、僕も家、まあそんなに安いベッド使ってないじゃないですか。まあそうですよね。ちょっとね、やっぱりみたいな。やっぱあるんですね。あ、まあちょっとね。寝心地が。うん。昔大塚家具の人が言ってたの、ね。人生の3分の1は、はい、睡眠ですよって。うん。3分の2起きてる時間にお金使うのは分かります、うん、でも3分の1も大きくないですかって言われて、あのママと80万のベッド買わされてたっていう。おっ、そうで、社長どっちの時ですか。社長どっちの時、なんか娘さんと大塚が会うって、あのなんか、ありましたね。もう別れる前、別れる前、なるほど、ね、全然別れる前。いやでもやっぱね、そう、いいベッドはやっぱいいですよ。だって結構8年10年使えるものが多いから、寝具はね、特にね。だからパジャマ、あ、めっちゃこだわるじゃん、ピカルも、うん、ジェラピカルさ、あのいただいたものとかもいっぱいあるけどさ、ツルツルのやつとか、そうそうそう、やっぱ寝てる時のなんかこうコンディションを保つ、なんかこの今後なんか増えてきそうな気するけどね。まあ今もなんか寝てる時になんかこういろんな、なんかスチーム当てたりとかいろいろありますね、あるじゃん、はい、寝具だ。俺だからそのアイマックスも、まあ眩しいプラスなんかちょっと快適な眠りを得るためにやってるみたいなのもあるから。ただカーテンの問題とかじゃないですか。カーテンの問題だよ。カーテン書いたらいいじゃないですか。だからね、あの発注したの。あ、まあ、寸法遮光のやつですよね。それも今日取り付けてくれるんですよ。はい、本来はイクミンなんですけど。いない、どこに行ったの。イクミンどこ行ったんですか。うん、わかんない。逃亡、逃亡とかあるんですか。いや、まあ入江さんに拉致られました。入江に取られました。出かけて行ったんです、うん、はい。じゃあ桑田さんより入江さんを選んだっす。桑田翔なり入江大、うん、入江のがでかい。完全にあいつは長いものに巻かれる男。本当よ。え、あとあんな部屋が欲しいのあるんですか、桑田さん。まあちょっと間接照明とかも欲しいですね。あ、ちょっとおしゃれなやつですか。なんか座れようとしません、それ。俺ね、やっぱ部屋の色っちゃ欲しい。下ろうとしません。え、下ろうとしません。浸りたいでしょ。うん、あとなんかこうちょっとあの下の床の色もちょっと気になるから、床のマットとかも欲しい。あの木の感じ、あんま好きじゃない。へー、ちょっとあの絨毯ぐらいの方がいいかもね。だってこれから冬が来るわけよ。確かに。まあ確かに。で、床暖ないんすかね。知らないと思うけど、あの部屋角部屋なんだけどさ、はいはい、角部屋って基本的にあの結構温度の影響を受けやすいわけ。冷気が溜まる。そう、窓が2つあるから、うん、ちゃんと寒いの。10月だ。それも動画にしたらいいんじゃないですか、カスタマイズみたいな部屋を。確かに、それもいいじゃないですか。日曜大工、いきなり桑田さんの部屋開けたら桑田さんも凍えてるかもしれない。危なかったよ。だってあのベッドについてる掛け布団もペラッペラだから。さっき見たか分かんないけど。ギリギリの季節。そう、羽毛の布団とかも買おうかなって思ってたの。はいはい。な、矢先にベッドあげるって言われたから、あ、冬いけるかなみたいな。まだでも足りない。うん、完璧にしましょう、それたらもう。確かに、はい、確かにね、あの結構空間作り、あの得意っちゃ得意だからね。まあ好きそうですもんね、本当にそういう。ただ一つ言えるのは、全部金を払ってあの人に任せてきてるけどね。得意じゃない。店とかはそうじゃん。まあまあまあ、内装業者とかね。そうですね。そう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 、自分の部屋をデザインしたことなんかないよ。だからある意味初めてかもしれない。ああ、いいじゃん、それ。でも絶対買わないよ、あの学生の頃絶対憧れたブラックライトみたいな、あのなんかあのスライムがポコポコ上がってくるやつ。あれはもう本当あの高校生しかあの使う、あの電光掲示板みたいな電気、あの時計も買わない。そう、絶対買わない。あとなんか部屋の中にレーザーもやらない、やらないやらない、 LED もやかましいもん、本当に。37にそんなんやったら頭おかしい、本当に。
毎回あの前さんとかイクミが開けてきてなんかえパーティーみたいないらないだろもうそういうんじゃないもうなんかここにいたいなみたいな、気づいたら俺の部屋で誰か寝てるぐらい居心地のいい空間を作りたいなるほどお前っすみたいなまあいいけどっつってなんか一緒になんかこう寝ようかななるほどなるほど寝ててもいいぞ前さんがね作ってもらっていいですかじゃあそれはいいよお願いしますじゃあうんで追い出すなよまた追放するなよ影子を追い出すなまたみたいなまたやもういいぜみたいなあ来ましたあ来ましたあ骨組みがちゃんと解体されてる、はい、すごいいやすごいなちょっとめっちゃでかい音するあなるほどなるほどお疲れ様ですいやすごいなちゃんと上も下も気をつけてねやってくれるすごいなおー全部持ってきてますねもうへえ、はい、一発で来るんだねすごくね、まあ、やっぱスピードがすごいですね時間がね大事なんじゃないですか。いやめちゃめちゃすごいよ。手際が良すぎるやっぱプロ。ああ。僕らが組み立てた方がいいですかね。なんか。サボる気満々だけど。邪魔っすねこのコンセント。ここに設置されるんですね。ギリ入るんですね。ギリ入ると思います。ギリギリ。なるほどね。本当ギリギリだろうけど。たさんマジでトランク1個で来てんだ。すげえな。大変そうだよ。うん、37歳でこんな成功しててこれしか持ってきてないのえ、行かれてるけどね、うん、旅人だから旅人だから、まあ、もう一個言えるのは買えばなんとかなんだようわ買えばよ服なんて全部買っちゃったからさこの店で全部こん中のものはここに行ってから買ったやつだからさ本当それなんか見せばでいいですか確かに見たいですけどうわ、すごい多いな。いや、嘘ついてる。これ全部は嘘でしょ。え、ほんとほんとほんと。ほぼっすか。このスーツとかも。え？マジで？これもこの量買ったんすか。これも今期。これも今期。マジ？あ、でも見たわこれこの間。これも今期ですよ。へえ。全部あのブランドですけどね。へえ。チルサンダー、ルイヴィトン、ルイヴィトン。トラザ。やっぱ全部派手っすね。本当に。すごいな、トラザ。この量買うってやばい。うん。アホやん、トラザ。こんなにでもない。生活できねえだろ、服なかったら裸で暮らせってかああ、来ましたこれが、いけるか、これここにいていいのかこれが、じゃあ、あれですねあとは、背もたれがやっと背もたれできるわあ、来ましたおー、ギリぴったりうぇーギリギリ入ったんすねギリギリ入るんすねおー、なんとかコンセントも使えて全然こっちにビチンでもいいですよこっちにビチンでかしこました、はい、なんかちょっとコンセントがそっちにあるんで外気寒いからちょっとでも遠くにこれ多分こっち側に寝ると思うベッド真ん中で寝るわいや俺寄ってますやっぱそうだよね俺もそう壁にくっついて寝たあ分かりました、ね、なんかねちょっとねなんかこう、うん、いろんなねなんかこう安心したよねなんかね安心したわかるわかるわかる甘えん坊なんですよ、それって。お母さんのお腹の時にこの窮屈な感じが好きなんですよ。そうなんですか全員、男の子大体はそうらしいです。そうなんだ。だからもう、漏れなく桑田さんも甘えん坊。じゃあ、あの、ベッドの真ん中で寝るやつはどんなやつだからもう野生。野生。真ん中寝る少ないですよ、多分でも。真ん中ってなんか居心地ちょっと悪いよ。うん。なんだな。うちの、あの、本家の、僕の本当の自宅の方は、あの、セミダブル2個なんですよ。だからキングよりでかいサイズだなるほどで、3人で川の字で寝てたんで、はい、子供とねだからあの真ん中はあの子供にあげた何でもあいつは絶対どっちかにいるからまあねそう分かってる 谷だもんねそうそうそうちゃんとねちっちゃいからこんなんじゃん最初生まれた時なんてうん確かにこんなおおできたもんいや、ここは何なんですか、桑田さんの一瞬やねこれ。これ倉庫です。じゃあ見ていいですか。まあいいですよ。まああのなんかパンツとか。桑田さんハイブランドすごいな。逆にハイブランド以外世の中にあるの。めちゃめちゃ嫌なやつだ。ハイブランドが一番紙袋くれる説ない。あ、うん、あまあ。なんか仰々しくさパッケージするから。はいはいはい、紙袋多いのよ。あだからあの余計に余ってるなっていうだけ。でもあの紙袋をちゃんとあのゴミ袋に使ったりしてますから僕はそうえ
でもあれっていいっすよね。なんか入れるときに結局ハイブランドの紙袋以外ってあんま使えない。頑丈じゃん。大きさ、あ、来ました。うわ、早っ早っ早っですね。プロが早すぎる。俺が角度が言ってたの全部無視しておかしいな。早っ、すごっ。これタイム競ったらすごいことになりそうじゃん。30分が1時間で終わりそうだよ。1時間で終わりそうだよ。すごいな、すごできたっす。あー、すごい、ありがとうございます。ついな、あ、来た、早っ。うわ、もうめっちゃ切り替え早い。今次にやることが思い浮かばれているというか、何もする隙がない。連携がすごすぎる。このやっぱね、チャンネルでね、改めて言いたい、全国の引っ越し屋さんの諸君、本当にありがとうございます。諸君って言った今。皆さんマジですごすぎる。いや、すごいっす、ほんと。これはもう感謝ですよ、本当に。やばいな、もう間もない。もうだって乗せれば終わりでしょ、これ、うん。てかベッドってこんなに意外となんかパーツ少なかった。もっとなんかさ、ガッチャガチャしてるのかと思ってさ、うん、ね、高いベッドも安いベッドも構造は一緒なんだな。あ、これがワイヤーなんだね。ベッドだけで何台解体したのか。もう多分 2,3,000 ぐらいだ。2,3,000? 2,3,000? すごいな、もうすごいぞ。0123押したくなるわ。あ、母さん、記念すべき、来ましたよ、とうとう、うん、てかもうマットのなんか模様が高そう。確かにかっこいいもんね。すげえ。うわうわ、来た。倒しながら、倒しながらね。うわ、どうやって寄せんだよ。おお、入った完璧や。なんかいろいろなってるんですね。あ、なるほどなるほど。ちょっと最後に手加えてやった気になってるやつ。うわ、全然違うな、やっぱ、うん、マジで豪華、高級、うん。そして、なんかこのマットちょっと足りてない気がする。もともとあったやつなんでね、しゃあないですね。大学生の部屋から民泊の部屋みたいなのあったんで。やっとね、うん。いやー、これ絶対快適や。やっと来た。あ、いいっぽっすよ。これはもう僕のあのヒカルの部屋生活、ようやく居候から定住者へ。完全にそうです。買われた瞬間、これはありがたいよ。枕とかも確か結構高かったっすよ。え、ね、そうなの。確かに高いっすよ、それ。これ、はい、この海面枕みたいなやつ。あ、それ高いっすよ、高いっすよ、確かに。あ、これ高いんだ。はい、ありがとう。この布団とかも結構買いに行った時高かったっすね。高かったっす。全部じゃあ、みんなが買ってくれたやつなんだ。なんかで買いに行ったんですよ、企画で。へえー、じゃあみんなにこの後生姜焼きおごるわ。生姜焼き、いいんですか。生姜焼き食べたいだろ。食べたいっす、生姜焼き。俺どうしても今生姜焼き食べたい。いやいや、帰りたい。え、帰りたい。俺はもう、でも正直飯食いたいっすね。あ、なるほどね。お腹、餌がついてるんですか。いや、だって僕、終わったらあれですね。トレーニングでしょ。じゃあ、ウーバーして生姜焼き定食あったらいいんじゃない。あ、最高最高っす。じゃあ、置いときます。じゃあ生姜焼きって調べよう。生姜焼きどんだけ食いたいんですか。え、でも見て、豚でもない生姜焼きっていう店あるから。え、それうまいっすか。え、読んでようやから、いける。へ、これにしようか。あ、お、どうした。途中からいなかったよね、あいつ。どういうこと。途中からいなかったよね。深澤、でもほら、もう布団来たから一回ちょっとゴロンしてみたらいいんじゃないですか。あ、いい、うん、オッケー、ありがとう。ちょっとじゃあ前椅子。じゃあ、ささげ変わりましょうか。なんのシミだろうね、これ。え、ほら、え、お前椅子のよだれだ。こんなとこによだれ使って。前椅子のよだれは。お前そいで。パンイチっすよ、マイさん。パンイチじゃないっすよ、マイ。それでもうサムネや、これ。これサムネだ。うん、あ、マイスいい匂いする。いいわ、マイスいいわ。ちょっと布団めくってみて。どうしたらいいの。まあだからさ、うん、あ、でもやっぱいいっすよ、いいね、川の字できるよ、ほら。
寝心地が。これは。オーガ来た、オーガ。おめでとう。プレゼント。よく頑張りました。あなたは合格です。合格ですか？はい。これからこの家に住むことを許可します。ありがとうございます。やっと定住者になれた気がします。これで、このベッドで、マイス、さらにこの部屋を改造してていいですか？もちろん。ちょっとなんか居心地のいい空間にしようみたいになったんで、さっき。おー、いいっすね。流れで。全部変えちゃいましょうよ。はい。お全部変えます。うん、で、誰が寝てても、誰がいても、なんか居心地のいい空間にしていきます。てか、これって、風呂場とか作ってもいいんですかね、勝手に。帰り戻せば大丈夫ですよ。風呂場を作る。風呂場を作る。出るだけ戻せば、大丈夫です。なるほどね。現状維持ね。現状維持できればいいんや。それかオーナーに相談しても、現状維持じゃなくて、もう、そのままでいいかって言って確認して OK 取ればいいってことか。まあ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 。確かに、ね。オーナーも喜ぶでしょ、絶対。まあまあまあ、まあ。でも多分、水場増やすって、むっちゃ金かかるんですよ。なるほどね。やめとくかじゃあ。やめとくんや。素直。じゃあ、フルチンでその辺歩いていきます。ちょっと。困るな。水浸しが増えてやだな。あんま水吸収しない床だからな。で、水場で濡れちゃいそうだったら。まあね。いや、なんかブザーみたいなの置いたらいいんですか。もう、ヒカル君が出てきたら、ブーってなったら、みんなで、もう、廊下とかで、バーって入らなきゃいけないって。え、街もうここ街になるから。確かにね。うん。開けてもらって。そうだね。サイレン、サイレン。ヒカルサイレン。めんどくさいな、なんか。一回一回。服着んの。あーね。嫌なんですよ、服着んのね。結構長いもんね。一番奥から一番奥まで。そう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 、そうなんですよ。確かに。ね。それがだるいなっていう。イクビンが一番近いんだよね、謎に。一番便利。風呂場には。そうなんだよな。まあ、玄関にも近いからちょっとあれよ、うん、本当にありがとうね。いやいや、よかったですよ、マジで。まあでも睡眠って大事じゃないですか、うん、質が悪かったらね、うん、翌日のパフォーマンスに響くんで。そう、はい、で今日めっちゃ寝るわ。今日絶対夜遊びするのやめよ う, もう今日も絶対ここで過ごしたいもん、なんか、うん、でも明日は早いんだよ、俺明日は5時からする、うん、確かにめっちゃ早いです、うん、はい、5時予定。俺たちは明日5時に起きる。その前にこれが運び込まれてよかった。確かにね。本当にそう。これのおかげでいっぱい寝れます、うん、というわけで視聴者の皆さん、ヒカルファンの皆さん、マイスファンの皆さん、ささげファンの皆さん、皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。いやじゃあなんか生姜焼きおごるわ。生姜焼き、いや二人にね、せっかく、運んでもらったんで。ああ、なるほど。ありがとうございます。豚バラかロースどっちがいい？バラがいいかもしれない。バラね、はい、じゃあご飯もつけて、寿司か千切りやる。寿司僕は大丈夫です。トレーニングするのかな。マカロニサラダもつけよう。2時間ぐらいトレーニングしますね。寿司食おう、この後。堀江さんが握ってくれるらしい。あ、そうなんすか。堀江さんが握る、堀江さんがいるんで。え、堀江さんが握るんすか。多分。堀江さんとヤガミサラが一緒になんかイベント合同でやるらしい。僕も寿司握りたいな。練習しようかな。漫画の影響ですよね。はい。翔太の寿司の。OK、注文しました。ありがとうございます。おはようございます。30分以内に届きます。というわけで皆さん。生姜焼きだけで、二人を使ってしまいました。そしてピカルからは、もう200万円のベッドをいただきました。マジでありがとう二人とも。そして、ピカル、お前は最初しかしてなかったけど、でもいいんだ。ベッドくれたから。うん。まじで、お前のやつだよ。お前があるよ。バカだ。それはそうなんだよ。それはそう。マジでありがとうな。うん。言葉だけの感謝いらねえんだよ。また服買うて。服かなんかおごるて、もう。いいじゃない、いいじゃない、ヒカルちゃん。もう、いけずコント番組や。というわけで、Uber Eats が届いたんで、今からね、マイスさんにあげようと思います。おっしゃ。あれっす。届いたで。あれっす。生姜焼き。トレーニング後のささげがいる。はい、ありがとうございます。どっちがロースか分かんないんだけど、はい、バラが前ですね。はい、で疲れます。いいトレーニングできた。いやー疲れましたね。いっぱい疲れました。してるな。え、てかこれなんすか YouTube。 はい、僕一応隠してたんで。モザイクしとこう。ロースです。いや、いいってほんま。いいんだ、いいんだ。そう、やっぱりね、筋トレ後はロースでしょ。筋トレ後はロース。でもこの後僕一回サウナ入ってから。あー、オッケーです、オッケーです。食べるんで。わかりました。じゃあマエスの食事シーンだけ撮っとこう。微笑ましいマエスの。僕も見てからサウナ入ろう。うん、そうしよう。
前さん本当に動画でこうピンになると緊張するんですよ。だからこう目の前に僕とか、うん、あそうだね、言っていると前さんは優しい優しい、あのリラックスできる。確かにね、まあ、これは確かにあるですね。予言しますね、僕前さんが一口目食べた時のことで、うまいって言います。そんな高いです。生姜マヨ、生姜マヨ、佐々木さんか。いや、どっちもあのつけてます。あれあれ、どっちも千切りとあれがついてるはずなんだけど。じゃあマカロニだけだ、佐々木。うわ、うまっそう。うまそうやろ。うわ、手伝ってよかった。あー、はい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 、うまっそう。パンツ見せないで。うまそう。やっぱ生姜焼きなんだよな、時代はよ。コスも食べたかったんじゃないぞこれ。確かに。いや、そうなんだけど、なんかあるじゃんこの後俺は予定が。いや、俺全然寿司よりこっちの方が食いたいよ。確かにね。もうだって今すぐにでもバクバク食いたいのよ本当に。カズも結構あのもう餌で行くタイプですもんね。そうなの。どういうこと。もうその何、美味しく味わってというよりは、そのバーッと、うん、そう栄養補給としていきたいタイプですもんね。なんでこっち振ったんですか。喋るな。いやそうしないと前さんが持たないんですよ。トレーニング後で頭冷めたんじゃないこれ。冴えてきたね。バイガン確かにいつも手助けしてくれるんだよ、うん、僕で唯一の判断理解してる。あー、同い年だもんね。同い年。いやでも僕の方がちょっと先輩なんですよ。え、いや同い年やん。4月生まれ関係ない。あ、出た出た。出た出た、そういうやついるんだよ。何ヶ月かでね、うん、言うやつね。見たいよなそういうやつ、うん、ね、いつもね、撮られてる前さんを撮ってるってなかなか新鮮だからね。これ生姜マヨって多分いいっすよね。まあまあそのまま全然いいと思う。なんならマヨネーズ入ってんじゃん。いただきます。おありがとうございます。うまい。外れました。え、違う、今不正解。不正解です。うまいですもんね。うまいじゃないですよ。違った、違いました、うん、違う、イントネーションが違う。あの2番の方だったんか。2番、生姜焼きもっと欲しいですね。あー足りない。いやめっちゃうまいです味は。あーそうなんだ、はい、生姜焼きを大盛りすればよかったね、うん、確かにな。うまっ。 いやいいな、やっぱご飯が進むんですよこれ。うん、なんかね、あの見てて普通にね美味しそう。え、間違いない。めちゃめちゃうまそう。いいな、マイス食いっぷりがいいよ。いや幸せってよこれ。あーよかった。なんかもう、うん、ベッド運んでもらう動画撮ってよかったじゃん。いや、運んでよかったっすよ、僕らも、うん、まあ、僕らっつってもね、ほぼあの引っ越し屋にやってもらったけど、0123人たちがやってくれました。そうそうそう、まあ、それこそが俺たち。いや、よかったよかった。ちょっとじゃあ、ゆっくり食べてね、マイス。ありがとうございます、ほんとに。はい、うん、まあ、というわけで、あのやっとマイスが捕まりました。すいません、うん、ちょっと、あんまり会えてなくて。このベッドがね、来てから僕の髪型が変わるまでずっと前捕まんないです。その間に、はい、ピカル動画も俺の動画もどんどん出てるのに前捕まらない。だからベッドいただきました動画が全然出せない。これで予約ってことね。やっと出せます。はい、というわけであのこのベッドをですね、あのいただきました、前田兄弟に。はい、まあ、ピカルのやつなんでこれ。まあまあまあ前田兄弟ですよ。あ、なるほど。ガルチャンネルは前すがいってのこそじゃない。あ、ありがとうございます。乾杯。乾杯。うん、こいつ酔ってるから今。ちょっとお酒がもうすで、うん、に飲んでる状態で、うん、もう解散するかっていうところでも呼び止められたんで、うん、こいつはすぐタクシー呼ぶから。皆さん、あの本当そうなんですよ、すぐ帰ろうとする。いやいやいや、休憩時間もすぐ近い。でもちょっと今日は行ったじゃないですか。確かに、もう楽しかった。いや楽しかったんで、うん、まあちょっと残っとこうかなっていう。一旦今日は楽しかったな。いや楽しかったですよ、やっぱり、うん、噂の色に出てたら楽しいですよ。嬉しい、はい、結構いろいろ最近なんかいっぱい過ごしてるじゃん。そうですね、だからね、最近桑田さんと動画を撮る機会が増えて、うん、で一緒に過ごす中で、うん、やっぱ桑田さんの面白さとかはずっとヒカルから聞いてたんで、桑田さんとりあえずすごいみたいな。いや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 、本当にそうです。でもやっぱその俺はやっぱ撮るじゃないですか、うん、撮ってヒカルがなんでそう言うかは分かりましたよ、関わってて。本当。いや、やっぱその感情の起伏が激しい人間じゃないですか。感情をもろに出す人間って、確かにな。やっぱ人の心を動かすんですよね。あ、なるほどね。だから思います、俺は。押し殺してるもんね、酒飲む。押し殺してはないですけど、ミュージカルみたいなことやるじゃないですか、桑田さん、急に。あれって、俺多分、できる YouTuber ほぼいないと思います。マジで？いいな、俺見たことないです、あれできる人。おー。だから本当に、だから光もそこをめちゃくちゃすごいっていう
まあそこの部分とは言わないんですけど。ミュージカルね。あれはデッキないです。ああそうなんだ。あれはあの YouTuber とか僕もいろいろ撮影させてもらうじゃないですか。コラボとかでももちろんそうですけど、いないですあれ。そんなオリジナリティやった。ありますよ。だとにかく多彩だなと思います、それ。うわー、声の出方、テンションとかが、だから最近言われてるのが、ヒカルの声がでかくなったって言われてるんですよ。ヒカルの声量がでかくなったって言われてる。俺はね、米なんでそれ見てね、いやいやいや、桑田さんのおかげですねって言うんだけど、いや、そこかみたいな。いやでもそこの効果でかいですよ。あー、なるほどね。声がでかいってイコール、やっぱテンション高く見えるんで。あー、それだけで上がってるように見えるんですよ。そういうことね。だいぶあのピカルチャンネルにはご迷惑をおかけしてましたけど、ね、うるせえうるせえ。最近でもそのコメントもなくなりました、ね、なくなってきた。桑田さんの声がでかいからとかないっすよ最近。まあ、もちろんその編集者にも指示してるんですよ。桑田さんの声がでかすぎるところは割れるか、あのそこだけ下げてくれと。確かに確かに、はい、そういうことね。受け入れてるんだと思います、みんな。俺はなるほどね、視聴者の人も。おー嬉しい、うん、そういうことね。そうですそうです。いやなんか前室にそうやってね染められると嬉しいのが、まあ、やっぱりこう編集というよりもなんか僕から見たあのチャンネルの中での前室の立ち位置って、まあ、総監督なんですよ。ヒカルがプロデューサーで総監督なんですよ。だからその細かい調整とかをするのは前室の役割、ね、ああまあそうかもじゃないですか。なんか最終チェックまでいかないじゃないですか、はいはいはい、もう動画中に指示を出すのがヒカルじゃないですか。まあそうです。で前室が全部なんか裏で全部多分やってるんだろうなっていう。でその仕事風景あんま見たことないんですけど、まあ、ディレクションとか多分すげえ上手いんだろうなっていう。なんかね、気遣いながらやってるし、あと遅れちゃいけないとか、はいはいはい、まあ、ヒカルが出したい時にタイミングに完璧な状態で出すっていうのが彼の役割なんで、どうしてもなんかこうミスのない仕事をしなきゃいけないから飲まねえんだろう。まあそうですね。飲んじゃうと、まあわかんないです。クワさんも一回飲んだと思うんですけど、バカになっちゃってる。バカっていうか、お前も今日もめっちゃ喋ってる。あの、単純に口数が増えちゃうんですよ、僕。いやいや、めっちゃおもろいけど。で、それで、一回僕やらかしてるんですよ。その、ヒカルも言ってたじゃないですか。誕生日旅行みたいな、ヒカルの。で、あの、みんなが手紙を読むみたいな動画あったんですよ。で、手紙をだから、それぞれ、感動シーン。そう、ヒカルに考えてきた手紙を一人ずつ読んでいくんですよ。はいはいはい。で、俺もほんとベロベロで、マジで、うん、寄ってて、で、その時の記憶もほぼあんまないんですけど、ないんや。もう、だから結構だから、ちゃんとした手紙なんですよ。うん、ふざけてないんですよ。はいはいはい、ちょっと、もう感動寄りというか、うん、っていう手紙をそれぞれ読んでいくんですけど、うん、俺、その時にめちゃくちゃ突っ込んだ曲してるんですよ。手紙。本当に。やばいやばい。もう何いやーもうそうっすね。こんなに魅力的なメンツ嫌ですか。こいつもうるせえけど10年後も同じ感じなんですよ。だっていいですよ。俺は素晴らしい。でも俺はこのメンバーみたいな、もう魅力的すぎる全員が本当にね。こいつバカだけど10年後も一緒にこうなんですよ。まあだって光泣いてるんすよ。いやいやいや、こいつのこともみんな軽蔑して10年過ごしましょう。もう全然いいぞ。俺はまさかもうめちゃくちゃ豊かにしちゃって、こいつはでほんまおもろい。なんかめちゃくちゃ戦ってたんです僕その時。まあそれを面白いと思う人もいた。まあ、桑田さんとか、はい、多分他のメンバー間の身内間で言うと、うん、それがまあ面白いってなるじゃないですか。もう一周回っちゃってるんで。おもろいおもろい。でも、真剣に手紙聞きたいとかうるさい。まあね。何回こう止めるみたいな。だから何回入ってくるのみたいな。いわゆる、お酒に慣れてない人の酔い方して、ここで大声出しちゃダメだよってところで出しちゃうんですよ。そうです。でもね、僕のチームというかね、社長軍団にも一人いるんですよ。誰ですか。トモハッピートモハッピーさんもそうなんです。あいつ酒飲まなかったらめちゃくちゃいいやつだ。いやいい人だ。なんならちょっと俺らにも気遣いながら自分が出るとこちゃんと考えて動画上ですごいそつなくこなしてくれるんだけど、なるほど。飲み動画だけはうるせえよずっと。だから一緒なんですよ。でもそれね、本当ね、トモハッピーさんのせいではないです。本当にもう、うん、もう自覚症でもないんです。それも普段も反省はしてるんですよ。でもその反響とか見て、コメント欄とか見て、もしかしたら、その、パッて、その、表では強がってるかもしれないですけど、裏ではめちゃくちゃやる。エコンでしょ。エコンでしょ。いや、僕も、もう正直予想できたんですよ。だから僕も編集してるじゃないですか。その動画が上がるときに、俺正直みんなから聞いてたんで、うざがなしすぎてたの、お前は。っていうのを、ヒカルからも言われたし、だからなるだけカットした方がいいんじゃないと言われたんですけど、もう、感動のシーンがカットできないんですよ。できない。かぶっちゃってるんです、そこで。確かにな。だからもう感動してカットするのはさすがに無理やから出そうってなって僕出しました、ね、もうアンチコメントは覚悟で、もう覚悟っす。叩かれるの分かってたんですけど、うん、もう仕方ない、これもう俺やから見てくれっつって。めちゃめちゃおもろいやないか。本当にイクミンはもうやっぱもうなどう。イクミンもでもそんな知らんよな。
いやもうでも、まあ、前さんはお酒入ると、まあ、結構そのうざがらみタイプではありますよね。まあ、結構ね、結構絡んじゃうんですよ。はい、ありますよね、それは。やっぱこうプライベートじゃん言うて。で、前さんもほぼ動画ではあんま出ないじゃん。はいはい、まあそのサブちゃんとかいろんなのは出てるけどさ、はいはい、前須の総監督具合が、まあ、プロ意識が高すぎるからこそ出ちゃってるっていうか、これでなんかトムアッピーとの共通点一個そこなんですよ。トムアッピーも実はね、俺ね密着したんだけど、はい、めちゃくちゃ真面目に仕事してんのもうねすごい細かい、あめっちゃやっぱ100億企業なんで彼も。いやすごいっすね、ああ見えて本当にすごいと思う。そう、ああ見えて100億企業の社長だから、はい、うわやっぱめっちゃ真面目だなと思って、うん、で俺はやっぱそういうのつつきたくなるタイプだから、はいはい、やっぱ前須はそこにねなんかね共通点を見出してしまうんで、前須というトムアッピーとも共通点トムアッピーさん愛すべきキャラ何みたいに愛されてるんだよトムアッピー。まあまあそうっすね、いい人が伝わりますもんね。めちゃめちゃいいやつなんだけどね、もうたまにうざいんだよ、こういう感じはもうたまにうざいのよ、うざ心地いいみたいなのあるから。ああ、なるほど。そう、まあ、それでいいですけどね。うん、だ遠慮してるんだよ普段お前は。気は使うじゃないですか、うん、正直僕らのチャンネルって、うん、ヒカルの調子を上げること、うん、はいはい、っていうのが、まあ、僕の役割と思ってるんです。そう、ね、僕は確かに、ね、まあ、あいつの調子が高ければ高いほどいい動画撮れるっていうので、うん、はいはいはい、だからそこの遠慮というか、まあ、うん、そのヒカルがこれ気悪くするなとか思ったらそれはさすがにそれしないとか当たり前じゃないですか。わかる。でそこに気を使うのは、うん、まあ、プロだと思う、それが、うん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 、だからもう仕方ないですよ、ね、なるほど。でも他のメンバーにも気使ってるけど俺全く使ってないですから、ね、ああ他には使ってない。俺は使ってないですよ多分。イクミンとか佐々木さんとか、まあ、ロケマス名人とか、うん、まあまあ使ってないです。へえ、まあ、普通の状態というか。あそうなん、まあ、ぶっちゃけた話とかも全然言うし、ここムカついたみたいなとも言うし、うんうん、それはずっと言ってるから口を開けば結構ナイフをなんか振り回してんだよ。そうだから僕本当に、うん、視聴者の人とかは、うん、だから僕の人は真面目な人とか、そういい人目線で見て、いい人目線で見られちゃってるんですけど、うん、そう多分一番口悪いんですよ。いやめっちゃ重マジでマジで重マジで、なんやかやで裏でブワー言ってんのもあれすやんみたいな。全然ヒカルの方がマジそこちゃんとしてると思います。まあ、だからヒカルはなんか熱しやすく冷めやすい部分あるから、うん、まあ、面白おかしく言うじゃないですか。そう面白おかしく言って、でそういじった人とかちょっとあの強めに言った人も、うん、結構ね忘れちゃうで、はいはいはい、それ俺と一緒なの。俺もバッてめっちゃブチ切れるところがあるんだけど、はいはい、もう次の日忘れてるから次の1時間目に忘れてるみたいな、はいはい、でもね前すはね食べて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 たねーみたいな。そうですそうです、うん、ね、ヒカルと一番違うのがヒカルって合理的な人間なんで、うん、一回もし嫌いになるじゃないですか、うん、こいつムカついたってなっても、うん、この人と関わったら得するなとか、うんうん、メリットあるなと思ったらそこで曲げれるんですよ自分を。あそうか、だから別に嫌いやけどまあまあ今やったらまあ一回許そうみたいな感じの懐の深さみたいな、うん、ある、うん、クワさんとかも多分どっちだったらこっちっすよ。まあまあまあだから合理的だね確かにね、うん、だから僕はちょっと感情的なんですよ。いや分かる。だから、うん、もう一回嫌いになるじゃないですか。ずっと嫌いになる。本当に。根が深え。前田兄根が深え。わかる。ちょっと動画でも軽く話したんですけど、うん、もうやっぱその、信用できないってなっちゃったら、うん、いや、こいつまた裏切るやろっていう目線で、あーなるほどね、疑うこと嫌なんですよ、人を。関わるなら 100% 信頼したいし、はいはい、だからそういう人のことは好きになる。あー、本当その、自分とずっと関わってて楽しいなとか、裏切らない人っていう、うんうん。っていう人は全然好きでいれるんですけど、一回裏切られると。この人脆いんです、すごくハートがここがね繊細なんですよ。あ今分かりました。いやだから裏返しだと思う俺はそれ。あ傷つきたくないんだと思う。ああなるほどなるほど。だからすごく優しいんだよね俺とか。ヒカルって多分慣れっこなのかもしれない。人は裏切り者だし、はい、傷つけるものだし、はいはいはい、ぐさって刺されても別にまあ傷って回復するやんぐらい思ってるよ。ああなるほど。なんかねそうなの、どっちでもええよみたいな。はいはいはい別にみたいな。そう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 。いやでもね、いやマネシさんの言う通りめっちゃ嫌いなやつもいなくないよ。ああまあまあいることはいるんですね。いや全然いる。いやまあでもうまく付き合っていくとね、ずっと嫌いみたいなのいるよ。はいはい、はい、それはいるよ。でもまあその仕事上のメリットがあったりとか、お互いのその周りの関係兼ね合いとかもあって、うん、うまく付き合うっていうことね。あいやです、それがですね、はい、それがマネシ、はい、これは人生の先輩として言ってるけど、はい、俺実はね嫌いな人どんどんいなくなってて、今好きな人しかいない周りに。
いたけどってことですか。いたけどね、もう付き合いがない。あーなるほど。俺はね、なんかね、そういう距離感うまいから、はいはい、だん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 離れてそういうになっていくんですね。そう、気づけばもう、じゃあみんな好きどうですか。そうそうそう、だから俺の周りは結構好きな人で構成されてるから、はいはいはい、トラもそうだし社員もそうだ。だから俺組織作った時も最初はちょっとなんか嫌だなって思ってたけど、嫌な人どんどんいなくなってたから。あーなるほど、それは一番いいですよね。それこそやっぱ業界的にもねちっこいやつがいっぱいいるから、うんうん、なんか俺がこんなキャラで、で、はい、動画とかいっぱい出してね、ピカルの動画でもいっぱい出してくれてるから、はい、カラッとしたやつばっかり寄ってくるようになった。あーなるほど。そうだから仲間がみんなカラッとしてるから、うん、何にも気使わないみたいな。はいはいはい、はい、え逆にシュプラスもそうじゃない。モックも確かに嫌いなやついないです。でしょ、全員好きっすもん。そう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 、そういうやつ確かにいなくなったっすね。うん、いなくなったっていうか、いなかったのか、入ってないです多分そういうやつが。あーでもそうだと思う、そもそも。うん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 、社員とかにいないかもしれない。めっちゃいいよ。ちなみになんか嫌いなやつの特徴教えてや。嫌いなやつの特徴ですか、うん、なんかその表ではいいこと言うけど、うんうん、なんか裏ではそいつのなんか悪口言ってたりとかっていうのを、その、だから俺らには見せへんけど、うん、その周りのやつらに言ってるとか、あそういうやつ陰口多め。陰口多めで、しかもそれは漏れちゃってるんだ。漏れちゃってる。だるいっすね。なんかそこを完璧にしろと思います。これ、じゃあそこを隠して、初めてお前それオッケーやぞ。だから浮気とかと一緒っすね。隠し通せないといいけど、あまあ、バレちゃってるぞと、それ。うん、それはあかんやん。仲良くしてたと思ったら、お前なんか裏でめっちゃ悪口言ってるよ。そうそう。まあ、みんな嫌いだろ、それは。だそういうやつは嫌いです。あー、わかるわかる。ねちっこいね。だから、うん、陰湿なやつね。だ陰湿なやつは嫌いです。あー。表ではいい顔っこするけど、俺らにはちょっと言うけど、うんうんうん。裏では結構、愚痴ってるというか、全然正反対に言うとか。なんかでもさ、今、なんかこう、付き合う人もさ、はい、入江さん含めさ、いろいろこう、ヒカル君の周りも変わってるわけじゃん。めちゃくちゃ良くなってますよね。あー、やっぱ大人が増えたというか。ちゃんとクリーンな大人も増えたと思うよ、それは。うん、本当に炎上したっての時とかはやっぱクリーンじゃない人間が寄ってきたりとかは、おー、ネグステみたいな。いやだから本当わかんないな、こいつ何やってるんだろうとかいう人が近づいてきたりとか、まあそういう時代だったんで、あしてたんですけ ど、やっぱ入江さんとか高橋さんとか関わり出して、うん、そういう人間と絶対付き合ったらダメですよみたいな話になるじゃないですか。まあ、すごい聞いた。バリュー事件で、そうですそうです。起きた話で、入江さんとか高橋さんが、もうヒカル君の付き合いをちゃんと精査して、あ、そうですそうです。元に2年かかったって言ってた。そうです。うん。戻すのに。だからそれをずっと本当に設定してるんで、グレーゾーンの人とのお付き合いとかはもうなくなったというか。うん、いや、めっちゃ大事なんだね。その精査はめっちゃされてましたから。確かに確かに。すごい。だからみんなで考えてこのチャンネルがこう成り立ってるわけね。そうです。すごいわ。その中でやっぱ総監督枚数いるから。いやいやいや、僕なんてあれですけど、グレーゾーンの人でやっぱ来たら本当にとんでもない迷惑というか、ファンの人も悲しませるしとか、いろいろそこを考えちゃいますよね。ヒカルがせっかくこんだけ上り詰めてるのに、そういうちょっとした関わり合いとかで、まあ油断したじゃないですけど、そういうのでなんか崩れ去る人もいるじゃないですか。いる。でもなんかそのフィルター確かに強いよね、うん、やっぱいろんな YouTuber 見てきたけど、すごい大切にしてるなっていう、このチャンネルなのかヒカルなのか分かんないけど、ものすごい感じるんだよね。なんか愛がある。あー、それ嬉しいです。うん、ものすごい感じる。それね、やっぱ結局行き着く先ビジネスもそうなの。仕組みかとか、なんかこう効率的にとか、いっぱいいろんななんかね、大人のね、なんかね、うまくいった理由っていうのがいっぱいあるんだけど、はい、最終愛ないと、まあ、続かないです。続かない。まあ家庭と一緒です。確かに家庭も愛必要ですからね。はい。それは確かにめちゃくちゃわかりますね。愛がないと、あと愛があるから情熱が生まれるし、うん、情熱があるからなんかこう熱量がこうなんか沸騰してなんかいいものが今生まれてるじゃん。確かに。すごいなんかいい時にチャンネルに関われたなって思ってるのよ俺。確かに。でも桑さんが要因でありますね。僕らの今波に乗ってるのは、俺桑さんいたからっていうのは絶対にある。理由の一つに 100% ありますよ。いや俺はね、本当あの林さんがさ動画出てさ、はい、なんかこう5000万とかバーってこのベッドで置いたのよ。ありましたありましたね。もうあの瞬間に、いやこんなんしたらもう絶対俺のこと叩かれるわと思って、そのなんかもうしれっと進んでるから。別軸だと思うんですよ俺。あれは林さんは林さんのやり方でいいし、ああね、そう、桑田さんは桑田さんのやり方で光に影響をもたらしてるんで、林さんは5000万パッてやったんですけど、うん、俺じゃ5000万以上の価値もたらしてると思います。聞きましたよ皆さん。おい、本当に乾杯しよう。
いや俺はあると思います。別に数億の俺価値あると思ってます、正直。マジ俺は長期で見た時に桑田さんとの出会いっていうのは本当それぐらいの価値を生み出すし、もう分かんないですから。そのいやでもね、それより俺ね、言語化できないんだよ。俺もなんかその未来の確信はあるわけ。みんなとやってて、うん、で、ヒカルチャンネル、俺、令和の虎のどこかに俺は絶対いるんだろうなって思うんだけど、なんかうまく言えない。だからその、もう繋ぎ役じゃないか。桑田さんがいるから、令和の虎の方たちとも関われてるし、うん、全部を繋いでブリッジみたいな。わー、嬉しい。本当にそのでかい歯車というか、僕らの中で、なってると思いますよね、桑田さんが。わ、嬉しいわ。そういう大人のビジネス界隈の人たちと繋がれたりとか、もちろんその他の、まあ、ヒカルが遊びに行ったりとかしてる時も、うん、いろんな社長さんとかとのつながりとかも、桑田さんがいるから俺はそこに行ってると思ってて。ああ、乗れるからね。そうです、そうです。でもね、それはめっちゃなんか嬉しいなと思ってて、うん、確かに連れてってくれるんですよ。はいはいはい。お前こんな人のみたいな。堀江も知らなかったし俺。はいはいはい。初対面してくれたし、まあ、それこそ松浦館長なんてもうほんと雲の上だもん。まあそうですよね、確かに。ああ、と思って。でもそれはでも桑田さんがいたらその人たちともっと仲良くなれるとか光が思ってるからと思いますけどね、俺は。ああ、嬉しいな。裏で考えてくれてんのがマエスだって分かってるからちょっと早く飲みたかった。いやいや、見てるんだよなお前は。いやでも本当にそれぐらいのマジで出会いだと思います。2023年の一番の運はそこだと思いますけどね、俺は。光が自分にとって良かったなと思ってることはないし、俺はそれだと思ってます。桑田さんと出会えたことっていう。もう今日絶対寝れるわ。寝れない。寝れないかもしれない、むしろ一周回って。ああ、それぐらいの俺はなんかその温度感だと思ってますよ、本当に。でもね、なんかそのすっげえ嬉しいんだけど、はい、やっぱまだなんか足りないなって思ってるから、これがいいのよ。ああ、もっと頑張ろうとか。だからね、ピカに対してのなんかもっとなんかやれることが足りてないって思うんだよね。これはまあ前さんともこうやってやっと飲めたから言うけど、はい、もっとシュプラスメンバーとも絡みたいし。ああ、他のメンバーとも、ね、そう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 。そういうこと。ロケマサ誕生日だったけど、はい、ロケマサ飲み嫌いとか聞いたら飲みも誘えないし、どうしようかな。まあ、飲み嫌いというか、その多分お酒が苦手なだけで。ああ、そうなん。別にお酒飲まなくても読んだら全然楽しいじゃん。あ、そうなん。そうそう、お酒を飲めないから、そのアレルギーみたいな感じで。あ、めちゃくちゃなんか顔とか、なんか手とかバーンって赤くなるんですよ。出ちゃうんだ。いや、一杯ぐらい飲めるんで、別に飲まなくてもいいし、普通にそれをワイワイ楽しむだけでも全然、そういうのは好きですからね。いいよ。なんか、誘われたがりなんですよ、ロケマスって。自分からはそう言えないけど、誘われたら来るみたいな。お前らみんなそうやんけ。だって誘われて意外とやっぱ嬉しいやつ、人って。だから誘われたら来るっすよ。え、じゃあ誘おう。はい、ロケマスとかそういうタイプ。うん。まあ、あと、名人くんなんてもうほぼ喋ってないから。マーダーミステリーの時一瞬ぐらいしか喋ってない。名人くんはね、やっぱ家族大事にしてるっていう。ああ、まあそうです。俺にない部分を持ってるじゃない。はいはい。先輩として聞きたいな、みたいな。まあでも名人は掘り下げてほしいですけどね、普通にちょっと。まあ、桑田さんはやっぱコミュ力お化けだと思ってるんで、名人とも仲良くなってもらって。いや、そう、めっちゃね、知りたい。だからさ、はい、謎めいてるから、ロケマスさんも。ロケマスさんはまあ、そのドラケーとかの話はするんだけど。ああ、まあ好きですからね、ドラケー。そう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 。違った魅力をもっと出したいなって思うし、はいはいはい、まあ、イクミンは別にもう魅力これ以上ないわ。許しませんぞ。それは、本当に。許しませんぞ。待ってました。もう裸お前はデスクしちゃう。お前は TikTok ドライブや。いやいや、もうつっついてくれるの待ってました。いやでもなんか最近なんかそのマネージャーのリナちゃんとかも、はいはい、ようやくなんかこう心を開いてくれた、開いてくれたというか、はいろいろ情報交換して、うんうん、俺もやっぱこう一緒に住んでる分ヒカルがどう考えてるよみたいなのはここの部分は多分ちゃんと伝えた方がいいなみたいなのちゃんとね伝えてる。ああ、なるほど。そうそうそう。やっぱこう、つなぎ役はした方がいいな、なんだね、うん。今日たまたま見た時に、ツイッターで、はい、なったんですよ。日本一に。まあそうですね。中間ランキングみたいなことですね。1位に。1位に。YouTube ランキング1位に。とんでもねえよ。いや、ほんとすごいことです。とんでもない、マジで。現時点、ピカル君のチャンネルなんと、一番ここまでで調子いいんですか？一番いいです。一番いいらしいんですよ。そのミリオンをずっと叩き出してるってものもそうですし、はい。まあ、評価もいいです、めちゃくちゃ。ああ、そうなんだ。評価がここまで安定して高いことは過去ないです。へえ。ほんと一番全盛期って言うと過言ではないです。これね、多分ねヒカル自身もこう言ってるしチャンネルもこう言ってるからだと思うんだよね。まあ多分両方です、ね、本当に。桑田さんのチャンネルもやばいです。
俺はもうあの7年間で一番ですよ。どういう風に乗り方、何十万再生だからなかったんだから本当に。でも50とか撮ってますもんね、40すごいよ本当に。いやすごいことでも本当にね、あのね、ヒカルが毎日のようにこう YouTube への熱量をね、はいはい、言ってくれるんでな、いく、うん、ずっと褒めてますよね、桑田社長のこと。褒めてるっていうか、まあでも必要なことはちゃんと言うじゃん。うん、桑田さん、こうした方がいい、こうした方がいい、こうした方がいいみたいな。でもそれをきちっと実行できる人も本当いないと思う、これを。いや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 、いやでもその環境があっても多分できる人は結構少ないですよ、結局。桑田さんみたいにちゃんと真面目に一個一個のコンテンツやって、こんな忙しいのにちゃんと自分のチャンネルを撮って、僕らちゃんと出てくださってとか、いろんな仕事もある中でやるっていうのが本当俺すごいと思います。いやでもね、なんか俺は24時間のうちに仕事と遊びで分けるのがすごい苦手だったの、ずっと。ああ、なるほどなるほど。だから今の生活ってこう光るとどっか行くことが遊びになってるよ、はいはいはい、でも遊びなのに撮ってるから一応仕事にもなってるよ。確かに。それが一番いいこと。それが一番楽しい。だ今日もうめっちゃちょっとあの何撮影したかは言えないですけど、まあ撮影した内容もほぼ遊びなんですよ。確かに遊びなんのに仕事になってる、すごくないと思って、なんか改めてなんかこう自分がエンターテインメント業界にいる分ね、はい、遊びが仕事だった分それしかできないんだよね。うん、だからなんかこう自分が好きなものを説明したい、だから通販のトライをやったりとか、はいはいはい、だからそういうなんかこう仕事への熱量と遊びへの熱量がこうマッチした時だけ俺は爆発できる。うーん、なるほど。だからヒカルチャンネルめちゃくちゃ相性いい。遊びってことですもんね。遊びやん。遊び感覚でやってるのが、うん、この仕事というか、そう。繋がってるから、そう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 。一番自分の力が出てると。そう。だってこうやってマエスト飲むだけで仕事になってるよ、これ。まあでも僕ももう正直仕事だと思ってるんです、これは。撮影の時僕もってもそういう意識ではあれですよ、普通に。楽しむことが大事ですよ。ああ、楽しむことが大事。ピリつく時とかもちろんありますけど、でもやっぱ根本的に楽しんでる動画がやっぱ伸びるしとか。俺ね、あのピカルが結構ピリつく時あるじゃん、はい、あの動画なんかいろいろうまくいかないとか、あれめっちゃおもろいなと思ってこいつまたキレてるやんと思ってめちゃめちゃおもろいよ。全員その僕らメンバー動画とかでもちろん桑田さんがいない撮影とかで、うん、ヒカルがピリつく時あるわけじゃないですか。あるね。全員焦ってます。焦ってるんや。これがねまたね、あの会社の人間と違うところだよ。俺はずっとケラケラ笑ってるこいつまだキレてるやんみたいな。僕らはもうこれやばいぞ、うん、これをやっちゃうとこれボツになる可能性あるぞ、うん、もう絶対俺ら成立させないのに何とかしようみたいな、うん、なるっすね。もうなんかもうやばいぞこれ。お前らの緊張感もおもろい、ね、これまずいっていうスイッチにはなるっすね。入ってるよね、なんかね、うん、全員で焦るっていう、うん、焦ってもどうしようもないけどマジでおもろい。ありますね、あれは。全員がなんか持ちつ持たれつでやってて、ちゃんと真剣なのが伺えて面白い。ああ、まあこれ真剣じゃなかったら多分全然笑えないと思うけど。うん。ヘラヘラすんなって逆に俺が怒ってると思うけど、みんな真剣だった分、ああ、ちゃんと焦ってるんやな、みたいな。おもろい。はいはいはい。そうそうそう。俺が一番面白いです。そんな目で見てたんすね。いやね、やっぱ俺トップ YouTuber の生活からなんかさ、このメンバーともなんかこうやって飲んだりとかさ、はい、ベッドの上ですよ。こんなのはね、俺しか撮れないの。確かに。マジで。確かに過去なかったっす。過去ないっしょ。過去ないっす。で、しかも俺も、まあ経営者。確かに。だから、俺も、合間時間に仕事するの必死だもん。それがすごいっすね。合間にもう連絡返さなと思って、うわーって返して、おっしゃせっつって。だからもう僕の今の仕事時間、ピカルチャンネルの動画の撮影の合間と僕のチャンネルの合間なんですよ。はいはいはい。合間で頑張ってるんですよ。でも24時間それでなんかガッてできるから。はいはい。なんか逆に楽しい。だから遊び半分の仕事を動画撮影の合間にちゃんと仕事して、でまた遊び半分の動画半分で考えてみたいな。でもそれで全部成果も出てるってことですね。そうっすよ。仕事も。まあもちろん本業もなんか全てをこれからもっともっと上げるって思ってるけど、はい、まあでも今のところはやっぱりこうタイミングが良かったのよ。だからピカルと出会ったタイミングが、はい、その去年までめちゃくちゃ一生懸命改革してっていうのが去年ようやく花咲いたと。なるほど。年商が10億以上ぐらい上がったんですよ。10億上がった、年商が10億上がって、はい、で自分にも社員たちにもみんなに余裕ができてる中で遊び心持ちながら仕事してるっていう状況で信頼関係を結べた。なるほど。っていう段階で出会えたんです。
なるほど、このメンバータイミングが良かったですね。めっちゃ良かった。だから去年だったら多分無理だと思う。あ、こんだけもうよく言ってんのよ。俺ヒカル君と出会ったのはみんなもう全てだと思う。だから彼が寄せつける人の力っていうか、人を寄せつける力は、はい、多分タイミングもぴったり。今日なんかとんでもない偶然が起きたけど、確かに、そうそうそう、だからすごいタイミングで、 あいつはね多分何か思ってる。確かに急になんか磁石でその個人を呼びつける磁石あんねん、多分。まあありますね、うん、俺もだからこう前だけどね、まあ僕の母親も旧姓前田なんですけど、すごいねそれ。ええー、そうなの、母親の旧姓前田、桑田になった。すごっ。だからまあなんかいろんななんかね、偶然そう重なってる気がしてて、だからこれからもねちょっとあの前田家、そしてあのシュプラス、そして、はい、ラスボス入江、まあそこまでいったら俺の勝ちかな。入江さん勝ちてないやん。まあでもなんかファミリーっぽく、まあそろそろ年末に差し掛かるんで、はい、年末年始、まあ毎日実家っていうか嫁ちゃんとこ帰るっていうかもしれんけど、まあ、ワンちゃん、チュムちゃんとか含めてちょっと一緒に家族ぐるみで飲めたらなっていう気持ちもありつつ家族でどっかで。なるほど、そうなんですよ。確かにそれはそれでおもろそうかもしれない。マエスと家族旅行みたいな。すごい。マエスの家に突撃してみたとか言ってね、チュムちゃん連れてせっかく、まあ前田家によって僕も家族と仲良くさせていただいてるし、はい、まあ、プラス、まあ、ピカルとも、はい、そしてね、いろんな、なんかこう、仕事もなんか今後いっぱいいろんなことやっていくと思うんで、ちょっとこれからも、はい、仲良くさせていただけたらなと思うんで。いや、ぜひお願いします、たまには俺のベッドで寝に来いよ。もう寝ていいんですか？ああ、来いよ。一緒に。うん、俺、恥で寝るタイプなんで。仮眠室として使ってください。わ、はい、かりました。ぜひとも。もともとあなたの部屋なんで。はい。お願いします。はい、というわけで、今日はですね、もう、ずっと飲みたくてアプローチしていたマエスとようやく飲めましたという、はいはい、本当ベッドありがとう。いやいや、とんでもないです、うん、はい、これ大切に寝ますんで、はい、本当にありがとうね。まあというわけで、まだマエスと動画撮ります。次はロケマスお前だ。うん、まあイクミは大丈夫です。いや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 、イクミはもう OK。 はい、というわけでありがとうございました。